ゴールキーパー浜田、フォーバック右から野竹、安藤、藤原、香川、そして右の宇都本が3試合ぶりの出場スタメンです。左サイドハーフの薩川、ダブルボランチ弓場と安田が代表のスケジュールから戻ってきての、まあ、疲労度もどうかなというところですが、2トップには長澤、それから渡辺が入っています。梅崎も今シーズン初めてメンバーに入りました。ゴールキーパーブローダーセンに、3バックは右の阿部が大分の出身です。そして田上、2試合ぶりのスタメンの本山です。ワイド柳、高弘と、末吉、ボランチは千葉と藤田、田中、木村、3試合ぶりのスタメン、グレイソンも2試合ぶりと、こちら3人の変更です。田上がボールをセットしています。ここまでゴールは1ゴール上げている選手が直接浜田が弾いていきました。阿部海斗183センチ、グレイソン186センチといった高さのある選手、柳も185センチあります。柳高博、ここからストッキングのゾーンですね。低いボールを出していきました。そのまま、いや、まだ続いています。なんとか吐き出した。まだ続く。ああ、よく守りました大分。今前で出したのは誰でしたかね。阿部ですかね。このボールですね。入ったと思いましたけどね。阿部でしたね。この後キーパーの浜田、そして守備陣が体を張って、大分はよく守りました。これは誰ですか、戻ったのは。薩川ですかね。薩川もいました。そして安田が、いや、岡山としてはビッグチャンスでしたね。そうでしたね。それだけまだいいボールを出したというのは大分宇都本でした。ここも大分渡辺です。呼んでいたですが、リフレクションあってもう一度大分、そして後ろから加わるクロスが上がります。そのまま行きました。ワンタッチありますか。ここまで9得点のうちセットプレーは4点取っています。浜田パンチング右で1本、そして後ろから柳、ちょっと引かしてしまいましたが、柳高弘です。合わせきれませんでしたね。千葉が上げます。阿部にボールを運んでいきました。阿部海斗、大分の出身、いいボールだ。スピードを上げていく大分、渡辺に柳戻りました。ただ倒れたところ、おっと、これはネットネットですね。柳高弘はレッドカード、縦に渡辺のフィニッシュ。いや、いいですね。形が早かったですね。はい、一瞬かわしてシュートですね。ボックスの中に3人いる。長澤の動きは封じます。近いですよね。渡辺、藤田が目の前。もう一度逆のサイド、打ち切れるか。左足中に行ってほしいですね。そうでしたね。松尾へ収まった。長澤が呼んでいる。入れたいですね。ここで時間がややかかります。伊佐、足元、松尾、後ろから出先。ゴールの準備はベンチも総立ちでできていた、そんな組み立てでしたが、もう一度続きます。今日のコンディションの中で選手たちはもう出し尽くしています。梅崎、長澤が動いている。長澤、先も非常にこういいボール今入れましたけどね。松尾、両サイドの選手、4分が過ぎていきました。ここで長いホイッスルがレゾナックドーム大分に響き渡りまして、この第7節は
数的有利という大分だったんですが、得点は生まれずスコアレスでゲームが終わりました。